いや、もしかしたらもう、つからんかもしれないんで。このゲーム、エンディングが5つある、と、レビューに書いてあったんですよ。でも、攻略法を見てなくて、なんだかんだで4つまではエンディング出せたんですね。なんですけど、あと残り1個が出ないんですよ。で、この間諦めて終わらしたんですけども、今回は諦めず、ちょっとやっていきたいなって思うんですが、館長の誕生日も、ミンでも、一応なんかフラグ立てんでも、こうやって開けれたりするんで、いや、マジで今日最後1個出したいわ。関係ないもんな。多分、グッドエンドが残ってると思うんですけど、何回も、4つとも多分、死んじゃって終わってると思う。ラスト1個は、無事脱出っていうことで、終わりたいんやけどな。もうめちゃめちゃ、もう何回やってるから、もう全然驚かないんですけど、さすがに。このバーンって倒れる音だけ異常にでかいから、ビクってなんねんけど。さあ。どうしようかな。ここで音なんの？なんか。音というか、うめき声みたいな。ずっとあんまり演出かなと思って気にしなかったんけど、ここの壁とか、ハンマーで、打ち破れ、いけたー！いけたやん。やった。やりました。やった。終わった。終われる。やった。やった。すげえ、私。そっか、やっぱ意味あったんや。なんかずっとなんか、ここに館長の写真があって、こっち側にさ。でさ、こうやったっけ？館長の写真？ここ。ここに館長の写真をこうさ、こう調べようとしてたら、うーとか言ってて、何やろうと思って。でもなんかまあ、この鈴虫の鳴き声。まあなんか、虫の鳴き声みたいな感じで、なんかずっと演出やと思ってたけど、やっぱ、あったんや、意味。うわあ、なるほど。じゃあ、こっちからでももしかして割れたんかもしれへんな。で？どうしたらいいの？これあれやわ。エンディング。こいつにやられて死ぬっていうエンディングあったんよ。地下で。あ、乗れんの？怖っ。乗ってるやん。またいでんのかな？ジャンプ。
またいでるよな。さすがに。プルプルやけど、踏もうとは思わんもんな。え？どうしよう。行きます。あ、これで出れたやん。あ、なに？どういうこと？どういうこと？あ、登ってんの？あ、降ってきてる。あ！終わり？あ、じゃあ、グッドエントってないんかな？いや、ちょっと待てよ。おかしい。あ、私、強いわ。はぁ。門前さん、いやーもう今後期待でございますね。はーい。いや、こちらこそ素敵なゲームありがとうございました。はーい。ということで、ぜひね、今こう無料で、無料で遊べるようになってるんですけれども、一旦ちょっと今後手にしましたが、無料で Steam で、配信されております門前さん、これは今後期待じゃないでしょうかね。いけました、ケアマンさん、ゴーさん、クリアしました。やったよ。ただ結局この村の、まあ一応謎解けたか、まあ解けた、まあ謎は解けたっていうか、まあそうか、あの女の子を連れ戻すことはできなかったんですけど、あの行方不明の女の子の記事を見てたけど、その女の子を連れ戻すっていうのがグッドエンドなんかなって思ったけど、違いましたね。結局もうあの子は、はい、わからないままでしたが、無事にクリアできました。していただきます。はい。はい、というわけで、頭痛。ラス1のエンディング、無事見つけることができました。ありがとうございました。まあ、よかったら好きな時に好きなゲームを好きなだけやる番組なんですけれども、まあ、チャンネル登録やいいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。